昭和学園創立95周年記念おめでとうございます創立記念式典には毎年その年に入学されて新しく学園においでになられた学生の皆様と同時に新たに教職員として学園でお仕事をしてくださいます皆様に学園の歴史を 少しででもお伝えできるように出席していいただいております今年,度から今年度からはそういうニューフェイスの皆様ばかりではなくて75歳以上になられました古るカオの卒業生の大先輩にもお声をおかけしてこのようにたくさんお集まりいただきましたことを大変に嬉しく思っております。 ご父母の皆様も含め、ようこそおいいでくださいました。先ほど古い録音ではございましたが創立者の生の声で開校の言葉を聞いていただきましたその開校の言葉に託した創立者の思いを二代目理事長は分かりやすくするために次のように説明しておりました この開校の言葉は長文に及ぶので日頃私は世の光となろうを学園の目標として開校の言葉の第三節にある目覚めたる婦人正しき婦人資料ある力強き婦人を学生生徒に対して絶えず呼びかけていますこの目標の実現のために 清き気品、厚き姿勢、高き指揮権を航空三足にしています、つまり、この航空三足を育むことが昭和学園の目標なのです。また、創立者はこの目標を達成するためには、どのような学園生活を送ったらいいかと、次のように書いております。 あなた方の未来のために日本人の幸福のために荒金のような我を磨き磨きに磨き磨き上げて玉のような光を放ち世の灯火となり道しるべとなるために幼稚園から大学まで自分を磨き上げて社会に出てからも 玉のような光を放ち出せるようにさらに自己を磨き続ける創立者はこれが人生の教育だと書き残しております95年がたち多くの卒業生が世の中で光を照らし続けてくださっています後ほど写真とともにこの学園の歴史をご紹介させていただきますが ロシアのトルストイが作ったような学校を念頭に置きまたインドのタゴールが国際大学を創立したように昭和学園の創立者は詩人としてのペンを置き少女の心に詩を書きたいと思い立って教育の道に入りましたそして女性がぜひ持つべき特性の女らしさ 大切にしししててほいと願っておりました思いやりや心を込めてする温かさ激しさを表さない角を立てない他人を傷つけない和やかさどんなことにも心を配る細やかさ明るく素直に考える明るさ などは当然男の人にも求められるのですけれどもよく考えてみるとこれらの特性のない人を女らしいとは言わない気がしますこれからの時代を担うにふさわしい女性とは男性と同等の能力を持つ他にさらにこうした女らしさの特質を併せ持っているものを指すのでしたら女子大学生としての生活は 男性以上の努力精進を前提ととしていることになります。無理やりに男性の前に押し出る必要はありませんですけれど女性らしさを常に上手に基盤に言動の基盤に置く行動の基盤に置くことが大切です私事になりますけれど私は今年でオーストリアに住んでから51年になります オーストリアという国がどこにあるかご存知でしょうか8カ国と国境を接した小さな国でスイスの東隣にありますスイスと同じ永世中立国ですよく耳にするのはオーストリア、うん、ウィーンドイツのどこら辺にあるのという質問確かにドイツの一部のような時もありましたが また、ドイツ語は紅葉ですから、紅葉語ですから、そう思われる方もあるかもしれません。もっとよく言われることは、ああ、オーストラリアなら英語で通じるからいいでしょうね、という質問なんですけれど、オーストラリアは大きな大きな国で南半球にありますね。オーストリアは小さい国で北半球にあります。ウィーンのお土産屋さんに行きますと、 オーストリアにはカンガールーはいませんと書いた T シャツや帽子なんかをお土産で売っています。冬のスポーツがお好きな方は、オーストリアのアルプスの山々などよくご存知だと思います。スキーのジャンプなんかのニュースをご覧になれば、山がたくさん出てきて、オーストリアでもしょっちゅうそういうのがあのやられております。そういう競技がやられております。 また、クラシック音楽がお好きな方でしたら、モーツァルトの生まれたザルツプルーグとか、ベートーベン、シューベルト、ブラームスなどが多くの作曲家が住んでいたウィーン、ウィーン少年合唱団、今、偶然日本で演奏旅行してますけれど、ウィーン少年合唱団の故郷をご存知だと思います。また、毎年元旦には、ウィーンの学友協会の黄金の間で演奏される、ウィーンフィルハモニー歓迎楽団の ニューーイヤーコンサートでで実況をご覧にななる方も多いのではないいのはかと思います1914年6月に当時のオーストリア領現在ボスニア・ヘルツェゴビナのサライエボの町で当時のオーストリアの皇太子が暗殺されました去年がちょうどその100年目でしたこの事件がきっかけで第一次世界大戦がはりま始まりました 創立者の開港の言葉の初めに、先ほどお聞きになったなななわけですけれど、その中に、5年という長い間、世界の空は陰惨な雲に覆われて、人々は暗い檻の中に押し込められて身、身動きもできなかったと書かれています。この暗闇の5年間というのは、この第一次世界大戦のことを意味しています。 その戦争のあと今こそ女子教育が大切だ女性の力を十分に発揮できない世の中は戦争にも明け暮れてしまうと考えた創立者の思いは現在の世界を見ても相通じるところがあると思います95年の年輪を経て第一にどっしりと根を張った胎児としての学園がこれからも耐えることなく栄養分を送り続けることによって 一枚一枚の木の葉として在校生そして卒業生が世の人々に静かな木陰を落とせるようにと願うものでございます暗闇の大空に舞うオーロラのようにきらびやかな光または小さい豆電球のような光どのような光でもかまいません世の人々に 希望と喜びを照らし続けられるように、あなたがそばにいるとほっとするわと言われるようになっていただきたいと思います。今の時代だからこそ求められている女性としての大きな使命を達成できるように、学園の100周年に向け精進する覚悟でございます。今ままでと同じように、ま、たは 今まで以上に皆様方のご支援がいただけますように心からお願い申し上げますこれで本日のご挨拶させていただきますありがとうございました